皆さん、こんにちは。えー、岩手県民の方はお番でがっす。たぶん夜に公開するのでね。はい。えっ、ー、と、おゆチャンネルです。えっ、ー、と、今日はですね、初めての試みで、あの、Q&A を行っていこうと思います。えっ、ー、と、ご質問の方は、あの、以前、インスタグラムで募集をさせていただきました。 本当にたくさんのご質問いただきまして、ありがとうございます。あの、200件近く質問をたくさんいただいたので、とっても嬉しかったのです。嬉しかったのです。<laughs> 嬉しかったです、はい。というわけで、早速ご質問に、あの、お答えさせていただきたいと思います。私的にちょっと意外だったんですけど、あの、一番多かったのが、あの、メイクの仕方が知りたいです。メイク動画が見たいです。というご質問でした。 で、あの、おすすめの化粧品が知りたいです。メイクポーチの中身が知りたいですとか、えー、Q&A 待ってました。スキンケアと化粧下地。ファンデーションは何を使われてますかピンキーさんラブです。あ、ありがとうございます。嬉しいです。えー、っと、というね、あの、メイク、美容スキンケア系のご質問を一番多くいただいたので、えっと、get ready with me の、あの、メイク スキンケアからメイクまでの動画をあのー、撮りたいなと思ってますので少しお待ちください。えー、メイクの質問続きで出産前後でメイク変わりましたか？濃いメイクから薄いメイクになるきっかけはありましたか？うんまあ,あの変わりましたねあの産、ー、前と産後ではね娘が生まれる前もお兄ちゃんの学校の懇談とかの時はまあ、薄いメイクをしていくようにはしてたんですけど。 あの娘が生まれてからはね。あのよりママモードになったというか、えっ、ー、と。まあ、あのあと服の好みがね。変わったってことも大きいですね。服によってあのすごい濃いメイク合わなかったりもするのでね。はい、えっ、ー、と。こちらもメイクのご質問でご結婚される前のバチバチのメイク動画が見たいです。あの時のメイク好きだったので、うん、あの嬉しいです。ありがとうございます。すっぴんとか薄いメイクの方がいいですって言われることも。 多いんですけど、あの、濃いメイクも好きですっておっしゃってくださる方も結構いらっしゃるんですよね。あの、嬉しいです。前と同じにはできる自信はちょっとないんですけど、あの、ハロウィンの時とかね、あの、今度ベリーダンスのステージもあるかもしれないので、その時とかに濃いバチバチのメイクの仕方の動画を撮れたらご紹介できたらいいななんて思ってます。 はい。えっ、ー、と、次に多かったのが、あの、ルックブックが見たいです。えー、私服をたくさん見たいです。って、おっしゃってね、くださるご質問が、あのー、多かったんですよ。えっ、ー、と、なのでね、セブンデイズ、セブンルックスみたいな、あの、一週間コーディネートみたいな動画も、あのー、近々撮りたいなと思っております。はい。ボディケアはどんなものを使っていますかえっ、ー、と、ボディケア。 あの、お風呂に入った後の保湿としてのボディケアは、あの、ココナッツオイルを主に愛用してますね。あの、ココナッツオイルも、あの、食用のココナッツオイルで全然大丈夫で、あの、コストコとかにすごい大きいやつ売ってるじゃないですか、このバケツみたいな、これぐらいの。でココナッツオイルを使ってたら、まあ、エステティシャンさんとかにね、褒められましたね、すごく。あの、お肌、 あの綺麗ですね、全然、みたいな。お肌綺麗ですけど何使われてますかとかね。お肌の乾燥におすすめがあれば知りたいです。あの、お肌の乾燥なんですけど、あの、まあ、ゴシゴシ洗わないこと。摩擦にすごい弱いそうなんですね。摩擦すればするほど、まあ、あの乾燥したりたるんだりとかするそうなので、あの、メイク落とすときもオイルですごく優しく、洗顔も、あの、石鹸を泡、 泡立てネット。えっ、ー、と、石鹸を専用の泡立てネットで泡立てて、こうやってモフモフ、もふもふ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 ってやって、摩擦を本当に少なくして洗ってます。はい、あ、あの、笑顔が可愛くて好きです。笑った顔が見たい。はい、ありがとうございます。そう言っていただいて。<laughs> はい、次のご質問。 髪型はロングが多いですが、もうショートにはしませんかうん、そうですね。ショートにしたこともありましたね、数年前に。ショートカットというか、ボブで巻いてる時はすごく好きだったんですけど、あのー、ちょっと巻いてなくてそのまんまですっぴんでってなると、あのー、すごいそういう時に鏡を見た時に私、すごいなんかこう、疲れてる感が 出てしまったんですね。私的に。で、見てて、ちょっと、うん、なんか、切ないってなっちゃったんで、今もずっと伸ばしてます。あの、私的にですよ。自分がですよ。カラコンが知りたいです。YouTube のお料理、お手本にさせてもらってます。ありがとうございます。カラコン、昔、カラコンをつけてた時は、えっ、ー、と、愛用してたのは、ラベールのシルキーベージュと、あと、星あやちゃんのエンジェルカラークォータービジョンのバージンクォーターです。 あの、この Q&A ご質問、あの、募集させていただいたときの、あの、カラコンっぽい感じの、あの、写真は、えっと、インスタグラムのストーリーズのフィルターです。はい。はい。えー、っと、ちょっと逆光が激しかったんで、カーテン閉めました。 えっとピンキーさんみたいにお胸を高く維持できるには何をしたらいいですかなんんでででそににお胸に張りがあるすすか2人授乳後ペシャンコです、えー、っとこれはですねあの姿勢だと思いますね。私すごく姿勢いいって言われるんですけど、まあ、気をつけてて、あのー、こうしてるとやっぱりこうなってるよりこうした方がき綺麗に見えますよね。あのトッペが高く 張りがあるように見える。横向いた方が分かりやすいかな。こうなってる。まあ、猫背っていうんですかね。よりこう胸を開く、そして上に,上に上に上にでこういう風にしとくと。まああのすごいこう。綺麗にあのトップが高くなりますね。うん、あとはまあバストケア的なことでマッサージもねしてたりするんですけど、あの？ お風呂に入って体を洗うときにその泡がついてる状態でこう、ゴシ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 。えっ、ー、と、いろいろやってるんですよ。あの、リンパを流したりとかね。顎のニキビが治りません。何か良い方法はありますかあのね、あの、あのね、って言ってしまったんですけど、あの、効果的面な方法があって、それは断食です。ロスケさんの今を良くする TV の取材で、えっと、教臨予防医学研究所の山田 先生のね、あの、断食合宿に参加させていただいたことがきっかけで、あの、3日間の断食を定期的にしてるんですけど、まあ、真、まあ、冬と真夏以外ですけどね。で、でその時私すごい大きい吹き出物ができちゃって,てで、まあ、それも実験で、その3日間でね、どのぐらい薄くなるかなと思ってたんですけど、3日目にはポロって取れちゃう感じちょっとあと、完璧には消えてないけど、すっごいもう3日だけでね、 あの、かなり良くなったので、まあ、断食じゃなくてもご飯をちょっと少なくするとかね。断食はあの本当にちゃんとしたやり方をしないと結構危険なので、あのー、まあ、少なめに食べるっていうのがいいかもしれないです。消化にかかるエネルギーをね、あの、お肌の修復に回してくれるんで。はい。次のご質問。アートメイクはされてますかどちらでされましたかアートメイクはしてるんですけど、こちらのあの、眉毛は、えー、っと、 メディカルブローさん。で、あの、リップは去年あの、ビオトープクリニックさんで、あの、めっちゃ綺麗にしてもらいました。今あの、グロス塗ってるだけなんですよ、これ。本当にもうあの、そのまんまでね、あの、とっても綺麗にしていただいたので、ありがとうございます。おすすめです、とっても。えっとね、あの、今回、岩手県民の方々からもね、 あのー、私の地元、岩手なんですけど、岩手県民の方々からもご質問をいただきまして、あの、嬉しいです。はい。あ、で、それで最初のところで5番でがスーってご挨拶させていただいたんですけど、ちょっと質問から脱線するんですけど、普段あの、家でね、ご飯稼ねばねーとか、あの、お風呂入るべしとかね、言ってるんですよ。えっ、ー、と、いつも身につけているラッキーチャームはありますか そうですね。あの、私のラッキーチャームといえばなんですけど、このね、ホースシューのネックレス、あの、バテイのね、この U の形になってるところ、ここからあの、幸運がね、あの、舞い込むと言われていて、まあ、本当に、あのー、付け始めてから、まあ、いいことばっかり起きるので、あのー、私のアクセサリーブランドのアマテビジューでもね、あの、オリジナルで、今つけてるものなんですけど、ホースシューのネックレスを、 あの、出させていただきました。はい。本当に私のラッキーチャームですね。あの、毎日つけてます。えっ、ー、と、モルディブで着ていた黒の水着とスカート、パレオはどこのものですかえっ、ー、と、水着はカルセドニアのもので、えっ、ー、と、スカートとパレオはシーインさんのもので、あの、激安で1000円ぐらいでした。はい。はい。いつもキラキラピンキーさん。 綺麗を保つために一番気をつけていることは何ですかえー、図鑑即熱。あの、首がつくところ。まあ、足首とか、特に足首ですね。もう、今の時期は毎日レッグウォーマーしてますね。うん。あと、腹巻きもしてるし、首もね、やっぱりあの、タートルネックが毎日手放せないんですね。で、あの、その首がつくところ温めるって、 いうのが、ま、すごく、あの、いいです。とっても。おかげさまで元気です。あと、特に下半身を冷やさないようにっていうのは、あの、気をつけてますね。まあ、あの、美容の土台として健康ありきっていうことですね。はい。飲んでるサプリがあったら教えてください。えっと、私、あの、今飲んでるサプリメントは、アイハーブでね、ほとんど買ってるんですけど、あの、寝る前は、あの、リポソーム、ビタミン、 えっと C がなくなっちゃったんで、今ビタミン B12 を飲んでるんですけど、すごくちょっと調子がいいです。で、あとは乳酸菌、ラクトフェリン、あの、腸内環境を整えるやつですね。はい。えっと、あとは毎回じゃないんですけど、運動前にあの、脂肪燃焼させてくれるカルニチン、えっと、食後、あの、食べ過ぎちゃった時とかね、あの、むくみが気になる時はカリウム。カリウムっていう名前じゃないんですけど、なんかポタジウムみたいな。 感じの、あのー、これ。はい。これね。を飲んでます。姿勢が悪いのですが、何か良いトレーニングはありますかえっと、こちらの姿勢まあ、背中のこの姿勢っていうのを支え、まっすぐ支えるのに、まず骨盤の安定が必要だそうなんですね。なんで、骨盤を整えること。なんか骨盤を安定させる 座るやつに座ってるんですけど、まあ、またいつかご紹介できたらいいなと思ってるんですけど、それに座りながら、あの、ストレッチをしたりしてるんですけど、で、骨盤を安定させて、さっきのあの、お胸の、あの、ご質問の時にもね、あの、申し上げたんですけど、胸を開いた肩を下げる。うん。ですかね。とか、なんかあの、リュックみたいななんか、 こうバッテンに背中がなんてこう開かせられる強制のやつあるじゃないですか。あれもいいんじゃないですかね、慣れるまで。この前髪が絶対くるんでしちゃう。<laughs> はい、えっ、ー、と、お好きなアニメや漫画など知りたいです。はい、ありがとうございます。嬉しい。この質問結構嬉しいですね。あの、私と夫の共通の趣味でね、まあ、漫画を読むっていうことがあるんですけど、 まあ読書全般好きなんですけどね、あの私たち。たくさんあるんですよ、好きな漫画って。で、なんですけど、現在進行形で読んでいるのは、傍、え、郷、ー、太郎、ハッシュタグ、DRCL、ドラキュラと、浦沢直樹先生の朝ドラ。で、あと、あの昨日何食べた通称何食べ。こちらのドラマの方もね、私好きで映画も見に行きました。はい。そしてね、あのもう、 えっと、敬愛する坂本慎一先生の、あの、いのさんはもうほんと殿堂入りで、本当に素晴らしい漫画です、ね。もうほんまにファンです、ファンですって、あのー、言うてたら、サインをね、していただいた本をいただいたりして、もう本当にありがとうございます。他に一作品あげさせていただくならば、虫ぬゆんっていう漫画があるんですけど、もう大好きです。あのー、結構、 なんかトラウマ的に多分残ると思いますうん。えっとアニメじゃないんですけど netflix のワッフルともちは大好きです本当に可愛いですよねはいえー、そしてよく見ているユーチューバーさんはいますかもう美容ファッションライフスタイルだとヴォーグのチャンネルが好きでよく見てますでブリティッシュヴォーグとかヴォーグフランスとかヴォーグジャパンとか あの、いろんな防具のね、あの、チャンネルを見てて、コンテンツがすごくやっぱり、いろんなコンテンツがあるので、楽しいですよね。う噛みますね。噛んだら隠せ。AD、アーキテクチュアルダイジェストのチャンネルも大好きです。本当に素敵なお家がたくさんあって、インテリアもすごく素敵で。その中のオープンドアっていうセレブのオタク紹介みたいなコーナーは、先ほど申し上げた防具ジャパンで、あの、日本語字幕付きでね、見ることができるので、 はい、おすすめです。大ファンのチャンネルは、あの、猫、ね、庭さん、えっ、ー、と、ha, 86, 平方メートルって書くんですかね。あの、M に2で、まあ、平方メートルさん、えー、t r o ー t a さん、あと、ハルデーさんっていう方もすごく好きです。まあ、この方々共通してるのは、癒される、すごく癒されることと、猫が出てきます。はい、猫が好きです。で、お料理系。 でしたら、大好きなシェフのジェイミー・オリバーさんのチャンネル。えー、もちろん、敬愛する滝巻さんこと、滝沢巻子さんの YouTube も毎回見てます。はい。すごくね、元気をもらえますよね。あのー、見てるとね、ああ、私も頑張ろうっていうやる気が起きます。あのー、主婦として本当に尊敬します。 はいえーと次お料理系のご質問もねたくさんいただいてます、えー、ピーズキッチンの動画いつも楽しみにしています調理器具は何を使われているのか教えていただきたいです愛用している包丁が知りたいですえっ、ー、とそうですね調理器具まあいろいろ使ってみて良かったもの本当これ買って良かったなみたいな便利グッズとかもあるのでまあ、いつかねあのー、キッチンツアー的なのもあの動画で撮れたらなとは思っております 愛用してる包丁はあのグローバルの,あの包丁セットのものを使ってます。これも8年ぐらいは使ってますね。あのトイレね使ってます。長持ちしてます。キンキーちゃんはどこでそんなに素敵な料理を覚えてきたのお料理上手で素敵だなと思ってますがどうやって覚えたんですか えっと、私がお料理を好きになったきっかけは、あの、父も母もお料理上手だったんですよ。で、子供の頃から興味を持ってて、あの、いろいろね、作らせてもらいましたね。えっと、料理が苦手で億劫に感じてしまい、料理上手になりたいのですが、何かアドバイスをお願いします。えっと、まずは簡単なもので何か一つ、得意料理を作るっていうのがいいんじゃないでしょうか。 自分でね、美味しいって思ったり、あの、家族にね、あ、美味しいねって喜んでもらえると、すごくあの、嬉しいですし、モチベーションが上がりますよね。じゃあ次は違うの何か作ってみようかな、とか言うね。料理が上達したい人向けにおすすめの料理本ってありますか藤井めぐみさんの体にいいご飯献立っていうレシピの本は、あの、結構参考にしたりしてます。おすすめのオーガニック食品サイトを教えてください。えっと、 アイハーブとショッピング大黒さんがおすすめですね。献立の決め方が知りたいです。そうですね。まずあの、旬のものを取り入れるっていうこと。旬のものは栄養価も高くて美味しいですからね。お野菜とか魚介類とか。メインのおかずは、えっと、和洋中、お肉、魚、バランスよくなるべくしようと思ってます。一週間の中で。お肉、魚、まああと卵だったり。 あとはなんかオムライスとかカレーとかその一つでいける系のものとかバランスよくしたいなっていうふうに考えてます。で、体のことを考えた料理や食材を使い始めたのはいつからですか、えー、主人が健診でコレステロール値で引っかかっちゃいました。息子は野球をしていて体作りが必要でこんなでも困ります。体にいい、えー、と食材とかお料理にしようってあの意識し始めたのは あの、夫と出会ってからです。あの、それまではね、コンビニの食事はジャンクフードも,もう食べてましたね。なんですけど、あの、私たちの体は食べたものでできているから、なるべく体にいいものを食べていこうねっていうことを教えてもらって、あの、実践して、もう顔つきも体つきもすごく変わって、まあもちろん健康に元気になりましたし、 心も体も健康になってねあの私なんと夫と出会ってから病院に行ったのってあの,眼科と妊娠した時の産婦人科だけなんですよ病院にかからなくなりましたね食療法ってやつですかね日頃からのやっぱり食事に気をつけるっていうのがあの何て言うんですかまあやっぱ医療費の節約とかにもなるんじゃないでしょうかね この方は、あの、ご主人と、えっ、ー、と、息子さんの食べるものを分けないといけないってことですかね。基本的には、あの、家族のみんなの食事、孫は優しい和食を意識した、あの、食事を取り入れるのが、あの、とてもおすすめです。 あのアスリートの方はね菜食を取り入れた方がパフォーマンスが上がるっていうあの事実がありましてえっとネットフリックスのゲームチェンジャーっていうドキュメンタリーにあのそれが出てるんですけどあのこちらおすすめですのでよかったらご覧ください、まあ、育ち盛りのねあのお子さんでしたら2お魚ももちろんあのねメインとしてあの使いつつその孫は優しい和食でも量を増やすとかね ヨガのレッスンもしてほしいです。会えるようなイベントを作ってもらいたいです。はい、ありがとうございます。えっと、実はね、私、あの、ヨガを教えられますよって、まあ、あの、講習何時間の、何百時間の講習とかを受けてて、ヨガを教えることができるんですけど、昔一度ヨガの、そのレッスンのイベントってのをしたことがあるんですけど、最近はなかなかね、してないのでね、なんか会えるようなイベントっての、オフ会とかですかね、 ね、あの、いずれ、なんていうんですか、いつか、あの、オフ会的なこともね、させていただきたいですね。はい。お会いしたいです。皆さんと。もうダンサーはしないですかそうですね。あの、音楽イベントとかでステージで踊るダンサーの活動っていうのは、2015年にあの、ひっそり引退してるんですけど、実は今、ベリーダンスをやってまして、今年はね、ソロで踊らせていただくことにもなったので、 あの、YouTube でこちらもね、あの、ビデオを撮って、いつかご紹介したいな、なんて、今年中には思ってます。えー、何度かお見かけしたのですが、次は声をかけても大丈夫でしょうかはい、あの、もう、声かけてください。ぜひ。えー、本を出す予定はないですか出してほしいです。ね、ありがとうございます。嬉しいです。もうあの、夢ですね。あのー、お料理のレシピとか、ライフスタイルとか、あとまあ私、引き寄せの法則っていうのをね、 あのやっててほ、まあ、本当にかなってるんですよ全部なんでねあの、まあ、その方法とかっていうのを実践してみてみたいなことの本とかねいつかあの出せたらいいなと思ってます私も、えー、昔から大ファンですありがとうございます睡眠時間は何時間ですかえっ、ー、と今はね8時間ぐらい寝てますかなり寝てますね ストレス発散方法はどうしていますかまあ、ストレスたまらないように日々生活してるので、そんなにたまることはないんですけど、ちょっとね、ちょっとしん、疲れちゃったなーみたいな時とかは、まあ、好きなものを食べるとか、好きな漫画を読むとか、映画を見るとか、まあ、あの、自分のためのね、ことをしますね。うん。 まあでも普段からやっぱたまらないようにしてるのでそれそれがですね一番大事だと思いますはいあ何歳ですかえっとですねあの私自身年齢をあんまり気にしないので自分の年齢もあの他の方の年齢もなんで今まで公表してなかったんですけどはいあのー、何を隠そう私、えー、39歳でございます、えー、今年40歳でございますはい おゆうさんの一日のスケジュールを教えてほしいです。ピンキーさんのルーティンが見たいです。Vlog でよく見かけるね、モーニングルーティーン、ナイトルーティーンとか、うんと一日の感じとか、うん、はい、いずれ撮りたいと思ってますので、はい、その時はぜひご覧ください,、はい。えっと、大阪でおすすめのご飯屋さんを教えてください。 ねあのー、私たち、今、大阪に住んで10年ぐらい経つんですけど、大阪は本当にね、美味しいご飯屋さんが多いですよね。あの、美味しいご飯屋さん、まあ、アメ村のニューライトとかね、本当におすすめで美味しいんですけど、何を食べても美味しいんですけど、あとはね、あの、最近、あのー、主人が、ミーツっていう雑誌で、おすすめのご飯屋さんを紹介していくっていう連載を始めましたので、あの、よかったらそちらご覧ください。 え座右の銘があれば教えてください。そうですね。あのー、私の人生の中でね、辛いことがあった時は勇気を出して行動に移すみたいな時に、いつも思っていたのが、死なないから大丈夫っていう、あのー、ことなんですよね。極端なんですけどね、すごく。まあ、辛いことがあったけど、まだ私死んでないし、大丈夫、これからも人生は続くから、あの、乗り越えられるよ。 っていう意味があったり、あの、新しく挑戦して、まあ、例えば失敗したとしても死にゃしないよっていう感じで、ね、あの、その先で何でもできるさ、勇気を出してやってみようっていう、あの、意味が込められてね、多分、まあ、今思えばですけど、うん、あの、そうやって結構自分を奮い立たせてきたりして、いろんなことを経て経て経て今に至りますので、 これは結構あの座右の名というか大事だったんじゃないかなって思います。えー、本当にたくさんご質問いただいたんですけどね、今回あの、まあ、時間がいっぱいになってしまってお答えできなかったんですけど、夫婦、家族、子育てのこととか、あとま、メンタルについて、あと引き寄せの法則についてとか、引き寄せの法則を実践してとかのことについても、あのー、ご質問をたくさんいただいているので、 それはまたパート2でご紹介させていただこうと思います。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!